こんにちは、宮沢です。いつも聞いてくれてありがとうございます。今日はですね、トルストイの民話集人は何で生きるか、岩波文庫という本をですね紹介したいと思います。ちょっとたまたまですね、読む機会がありまして、読んでみたら素晴らしい本だったのでご紹介したいと思います。で、これトルストイというロシアの作家がいまして、とても偉大な作家なんですけども、代表作はですね、戦争と平和とか、アンナ・カレーニナとか、復活とか、いろいろあるんですけど、私あまりトルストイの作品読んだことなくてですね、短編ならすぐ読めるんで、ちょっと暇つぶしに読んだところ、すごい素晴らしい話だったんで、読みふけてしまいました。で、表題作、人は何で生きるかというのは今日ご紹介したいと思います。で、トルストイって作家はですね、結構長生きされて、80、90ぐらいまで生きてたんですけど、晩年にですね、82歳まで生きてるんですね。晩年にですね、宗教的な作品を書いてます。ロシア正教ですよね。ロシアはカトリックではないですね。東方正教会のロシア正教というのもが一番信仰されてるところです。私ロシア文学家だったんで、トルストイ読んでなきゃいけないんですけど、ちょっと学生時代はあんまりトルストイ読みたいと思わなかったんで読まなかったんですけど、最近ちょっと気になることがあって、気にはなってたんですけど、読んでみました。ちょっと前置きはいいので、話をご紹介したいと思います。これどういう話かっていうとですね、人は何で生きるかっていう題名の話ですね。ある靴屋がいたんですね。セミョンという靴屋がいまして、女房と子供と一緒にですね、百姓の家を借りてですね、借家住まいで暮らしてました。貧しい靴屋さんなんですね。靴屋さんで、靴を直したりして、一家の生計を立ててたと。で、そのセミョンがですね、外套1枚しか持ってなくてですね、冬は寒いんで、なんとか新しい街灯を買おうと思ってですね、一生懸命お金を貯めたんですね。で、ようやくですね、街灯が買えるぐらいのお金が貯まって、ちょっと人にお金を貸してたんで、そのお金を貸してた分のお金も回収すればですね、街灯が買える金額になったんですね。なんで、この街に出かけてですね、借金を回収した上で街灯を買おうと思って、セミョンはある日、出かけます。なんですけども、村に行って街灯を買おうと思って、その前に借金をですね、取り立てに行ったらですね、ちょっと待ってくれと、お金を貸してた百姓に言われまして、で、結局、街灯を買えなかったんですね、その日は。で、もう町の飛んでいた街灯が買えなかったんで、がっかりしてですね、ちょっと回収した小銭でですね、ウォッカを飲んで、酔っ払って家に帰ったんですね。で、帰る間ですね、貸した金は返してくんないし、街灯を買おうと思って、その川屋さんですね、街灯屋さんに行ったらですね、賭けじゃ売らないって言われてですね、ちょっとお酒が入って気が大きくなって、
こんなに働いてんのに俺のことバカにしやがってと、ブツ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 ですね、愚痴を言いながら歩いて帰ってたんですね。で、自分の貧しさになんかどんどん腹を立ててですね、食費も高いとかですね、ブツ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 言って、家路に着いてたんですけども、途中で礼拝堂がありまして、礼拝堂のところになんか人影を見かけたんですね。白いものがあったんで、でもう夕方でよく見えなかったんですけど、なんかいるぞと思って、そのセミョンはですね、その白いものに向かって歩いてってみるんですね。で、最初は家畜かなと思ったんですけども、近寄ってみるとですね、なんか人間が生き倒れてるんですよ、真っ裸で。で、セミョンはびっくりしてですね、これは誰かがこの男を追いはぎして殺してそこに捨ててったんだと思って、これ危険だと思って、もう見なかったふりしてですね、通り過ぎようと思ったんですけど、ちょっと行った先でですね、もう一回振り返ってその人影を見るとですね、なんかまだ動いてるみたいだったんで、いや、もしかしたらあれまだ生きてるかもしれないと思って戻ってってですね、確かめてみようかと思ったんですね。まあ、自分の身の危険も感じたんですけど、セミョンの心の中にこういう言葉が浮かんでくるんですね。人が災難に遭って死にかけてるのに、お前は怖がって見て見ぬふりをしようとしている。それともお前はそれほど大した金持ちにでもなったというのか、持ってるものを取られるのがそんなに怖いのか、おいセミョン、よくねえだぞという両親の声がセミョンの中に聞こえてきたと。で、セミョンはですね、また人影のところに戻っていってですね、行ってみると、真っ裸で倒れてた若者がいたんですけども、うすごい衰弱してると。で、セミョンがそばに近寄ると目が合ったんですね、その若者と。で、目が合った瞬間、セミョンはその男のことをすごい気に入ったんですよ。それでですね、自分の着ているがあの上着を着せてやって、靴を履かせてやって、ちょうど靴を直すための注文をもらってて靴を持ってたんで、その靴を履かせてやって、で、家に連れて帰るんですね、その男。まあ、なんか気に入ったんですね、その倒れて生き倒れてる若者で、家に連れて帰る道すがら、なんで倒れてたんだとかいろいろその男に聞くんですけど、それは教えられないと、言われてしまいます。で、まあ気の毒なんで、気の毒だし、その若者の名前はミハエルって言うんですけど、そのミハエルっていう倒れてた男はですね、悪い感じでもなかったんで家に連れて帰ります。で、セミョンの女房がですね、家に帰ってきて、セミョンを見るんですね。で、なんか若い男も連れてきてると。で、街灯を買いに行ったはずなのに、街灯は持ってないし、その上酔っ払ってると。で、酔っ払ってなんか、一緒に飲んでた仲間みたいなのも連れてきて、怒り出すんですね。もう、なんでそんな街灯も買わないで酔っ払って帰ってくんだって言って、すごい怒り始めて、で、夕飯食べさせてくれって、セミョンが言うんですけども、もう食べるものなんかないんだよと、何やってんだと、家も貧しいのに街灯も買わず酒も飲んで帰ってきて、で、ブツ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 ですね、文句を言い出すと。で、その連れてきたミハイルもですね、
何なんだっていう感じで接してたんですけど、そのマトリョーナ、ね、奥さんマトリョーナって名前なんですけど、マトリョーナのミハイルの顔を見たとたんですね、なんかすごい心惹かれるものがあって、でさっきまではすごい不機嫌だったんですけど、ご飯を作ってあげるんですね。で食べさせてあげると、そしたらミハイルはすごい素敵な笑顔で答えるんですけど、というわけでですね、ミハイルはですね、その靴屋さん家ですね、まあ行く場もないんで暮らすことになりまして、靴職人としてですね、商売を手伝うことになります。でミハイルはすごい仕事ができまして、ミハイルが来てからですね、どん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 仕事がですね舞い込むようになると。で評判も良くなってですね、収入も増えていくということになりました。でまあその不思議な青年ミハイルの評判が村の至る所に広まってですね、ある日すごいお金持ちの男がですねやってきて、俺のために靴を作れと、1年間絶対破けない靴を作れと言ってですね注文しに行くんですね。ですごい態度がでかくてですね、まあ一応材料持ってきてこれで作れということで命令して帰っていくんですね。で、ミハイルが靴を作り出すんですけども、まあ、ブーツですね、ブーツを作り始めるんですけども、なんとですねミハイルはなぜかスリッパを作り始めて、大きな、注文と全然違ったものを作ってしまうんですね。でセミオンがなんでこんなもん作ってんだって聞いたら、その時にその金持ちの召使いがですね家にやってきて、さっきの金持ちはですね、心筋梗塞で倒れて亡くなってしまったと。ついた葬式の時に履かせるためのスリッパが必要なんで、作ってくれって言われるんですね。で、もうそのスリッパできてるんですよ。でそのスリッパをですねその召使いに納品すると。その時にまたミハイルがですね、ニコニコ笑ってたということです。それでですねまたある日ですねお客さんが来るんですね。でそれはですね一人の女性と6歳ぐらいの双子の女の子がですね靴を作ってくれって言ってやってくるんですけども、その双子の女の子はですね、一人の子はまあ足が悪い子だったんですけど、できてまあ靴の注文をするんですけど、で一緒に来た女の人は実はその双子の女の子の母親ではなかったんですね。で話を聞くとですね、その女の人はその双子の女の子の隣の家の人だったんですよ。で双子の女の子の母親っていうのは、2人を産んですぐ亡くなってしまったんですね。で亡くなったんですけど、お父さんもですねそのお母さんが双子を産む3日前ぐらいに亡くなってまして、その双子の女の子は引き取り手がいなかったんで、隣のそのおばさんがですね引き取ったと。隣のおばさんにも子供がいたんで、まあ、お乳が出たんですけど、自分の子供は亡くなってしまうんですね。なんですけどその双子の子を自分の子供のように育てて可愛がってたと。で育てていくうちになぜかこうお金持ちになってったということで、なんか素敵な靴を作ってくれということで注文しに来たんですね。で、その双子の女の子をですね、見た時にミハイルが
まあ、その身の上話を聞いた時にミハイルがですね、またニコニコ笑い始めたと。でその、双子の女の子と、おばさんが帰っていってからですね、セミオンが、なんでニコニコ笑ってんだとミハイルに聞くんですね。そうしたら急にミハイルからですね、体中から光が発光体になってきてキラキラ光り始めたと。でセミオンも気づいたんですね。でミハイルを連れてきた時からお前はただもんじゃないってことは分かってたけども、もうお前は帰るんだろうと。でどうして我が家に来たんだとセミオンはミハイルに聞きます。そうするとですね、ミハイルは実は、神様に罰を受けてですね、3つのことを学ぶためにこの世に連れてこられたと。で天使の翼も引っこ抜かれてですね、普通の人間としてここで3つのことを学ぶために、修行しろと言われたそうなんですね。その3つのことというのは、人間の中にあるものは何か、人間に与えられていないものは何か、人間は何で生きるのかということでした。でもともとですね、このミハイルは天使だったんですけども、なぜですね罰を受けたのかというと、実はその先ほど来ていた双子の女の子が生まれる時にですね、その母親の命を取ってこいと神様に命令されたんですね。で地上に使わされたんですけども、子供を産んだばかりの母親にですね、双子の女の子を産んだばかりの母親から魂を取ろうとした時に、母親にですね、どうぞ私にこの子供を育てさせ、大きくさせて独り立ちのできるまで見させてください、父親も母親もいなくては子供たちは育ちようがありませんと命乞いをされたんですね。でミハイルはですね、その命乞いに心打たれて、魂を取ることはできないで、天国に戻るとですね、神様が母親から魂を取ってこいと、それら3つのことがわかるんだと、ね、人間の中にあるものは何か、人間に与えられてないものは何か、人間は何で生きるのか、この3つがわかるから、それがわかるまで、修行してこいと、分かったら天国に戻ってこいと言われたんですね。でミハイルはまた戻ってですね、地上に子供を産んだばかりの母親からですね、魂を引き抜いていくんですね。そうしたらですね、地上から帰れなくなって、魂を取った後ですね、翼を吹きもがれてしまって、で礼拝堂の横で倒れてたということだったんですね。で倒れてたらセミオンがブツブツ言いながら横を通っていくと、でもうすごい顔つきをしてて、で明らかに死ぬ前の顔してたと、セミオンは。で一度は行ってしまったけどもまた戻ってきて自分を助けてくれたと。でその時にですね、顔に思想が現れてたのに急に生き生きとした普通の顔になったと。でその顔の中にミハイルは神様の姿を見たと。で着物を着せて家に連れて帰ってくれたと。で家に行くと今度はマトリョーナがですね、もうすごい恐ろしい形相をしてたと、ミハイルにとっては。でもう口からは刺繍が漂ってて、もう死んだ匂いでですね、自分は息ができないほど
でも目があって晩ご飯を作ってくれることになった時に、マトリョーナもガラリと人が変わって、もう最初は思想が出てたんですね。マトリョーナはもうミハルに出てってくれと言おうと思ってたんですけど、自分が出てった時にこのマトリョーナという女の子も死ぬってことはミハルは分かってたそうなんですけど、急に気持ちが変わって自分に晩ご飯を食べさせてくれたと。その時にマトリョーナの中に神様を見たと、ミハイルは。でその時にミハイルはですね、神様の最初にした質問、人間の中にあるものは何かってことが分かったと。それは人間の中にあるのは愛であるってことが分かったということでした。で次にですね、あの金持ちの男がですね、ブーツを注文しに来て、その時にミハルはもう一つの質問の答えが分かったと。質問はあの人間に与えられてないものは何であるかだったんですけど、その質問の答えっていうのは、人間には自分の肉体のためになくてはならぬものを知ることが与えられていないということでした。ちょっとこれよくわかんないんですけど、要するにこの世でやるべきことは分かってないと、自分の寿命さえ分かってない存在だと、それが人間に与えられてないものであるということですね。これが二つ目に分かって、金持ちの男が靴を注文しに来た時に三原は笑顔になったんですね。で、あの最後に笑顔になった時、あの隣の双子の女の子を育てた夫人が子供の話をした時なんですけど、その時にも三原は両親がなくて子供は育たないと思ってたんですけども、実はそうではなくて、子供はなくてもこういったおばさんみたいな愛のある人がいればですね、子供は育つと。でおばさんの中に生きた神様を見てですね、人は何で生きるものであるかということが分かったと、そういうことを言い出すんですね。で、あのミハル自身が天使であったのに知らなかったことは、全ての人は自分のことを考える心だけではなく愛によって生きているのだということが分かったと。で自分がこの世にですね、真っ裸で、取り残された時も、自分で自分のことを考えたから生き抜けたのではなくてですね、通りすがりのセミョンが助けてくれて、でマトリョーナが晩ご飯を作ってくれて、そういうことしてくれたから生きていけたと。もちろん双子の女の子は生きていけたのもみんなが、その子たちのことを考えてくれて、隣のおばさんの心の中に愛があって、みんなは憐れみ慈しんでくれたからこそですね、生きていけると。で全ての人間というのは自分自身のことを考えるから生きてるんではなくて、みんながみんな思いやって、愛することによって生きてるということに悟ったと言います。で、あの神様っていうのはその人の中にいると、人間の心の中にいると。なぜならこの世にいる神様っていうのは人間の心の中にある愛だからだということが分かりましたと、ミハイルはセミオンとマトリョーナに語ります。そうするとですね、その瞬間にミハイルは神を讃える歌を歌い始めてですね、一本の火柱となって天国に登っていくんですね。で
であのセミオンとマトレーナーびっくりしてひれ伏すんですけども、気づいた時には小屋、まあ家は元通りになってて、ミハイルはいなくなってたと。で終わりなんですけど、まあこういう話なんですけど、まあこういう民話があったそうなんですね。それをトルストイがですね、創作してこういう話にしたということです。でトルストイ自身はロシア正教徒ではないんですね。だったんですけど、なんか破門されてしまってですね、正教徒ではないというふうになってたんですけど、まあ晩年宗教についての著作を書いてまして、宗教と民話をですね合わせた作品をたくさん書いてます。まあ、あの人は何で生きるかってことをですね、こういう形で、描いてると。まあ、あの素朴で非常に心打たれたんですけど、僕は。まあ、実際の生活はこんなに簡単なおとぎ話みたいになってるのかというと、決してそうではないんですけども、それは事実としてわかるんですけども、ただ思うのはですね、やっぱ宗教を通して人間を見るっていうことも必要だなと僕は思いますね。ただですね、利害関係だけで人間を見てしまうんですけども、一つですね、そういうキリスト教の視点からですね、人間を見ると、宗教を通して人間を見ると、人間ってまた違った生き物に見えるんで、そういう視点をですね持って、人は全て愛に生きてると僕も思いたいですけども、なかなか普通に生きてるとですね、素朴にそういうことを信じられなくなっていくんですけど、まあ、こういう作品を読むとですね、こう愛のために生きなきゃいけないなみたいなことを思うことがあります。ぜひですね、おすすめなんで、結構涙ちょちょ切れそうになりましたんで、皆さんもよかったらですね、読んでみてください。で他に収められている短編も非常にいい話がありまして、二老人っていうですね、巡礼に行く老人の話なんですけども、この話もすごいいい話だったんで、ちょっといずれまた録音してご紹介したいと思います。以上です。ありがとうございました。